ロシアやそのベラルーシがどのようないわゆる今後の予測を含めた汚染マップを作っているか、地名入っています、それからその川の位置が入っています、何年後にどのような形になるかということが細かく行われています、1年間に1万1000箇所でセシウムが測られています、1000箇所以上でストロンチウムも測っています、これ全部土壌なんです、次を見せてください。それに対しまして、この間、根本大臣や環境大臣からお答えがありました、日本で作っている20年分の予測という地図が、実はこれでございます。これはその空間線量をその飛行機を使ってその測ったものがこういうふうな形で出ているということなんです。どのくらいの粗さがあるかということは3枚目を今見ていただくとよくわかるというふうに思います。片っぽはその土壌を測り、そしてストロンチウムなども測り、細かく地名を入れて国民から見て、どこがどうなっているのか、自分の住んでいる場所がどうなっているのかということは分かりやすいんじゃないでしょうか。片方はバーってこういう形で日本列島の地図が出てきて、そこの一部がこういう形でスプルームが流れていますよと。どちらが国民にとってその使いやすいというふうにお考えになりますか。これ、ちょっとお聞きしたいんですけど、総理、どう思われますか。これについてね、やっぱりどこが違うんでしょう。これ、科学技術の問題なのか、姿勢の問題なのか、どう思われますか。いや、原子力規制委員会、田中委員長。まずご指摘の地図ですけれども、それ、サイズがだいぶ違いまして、チェルノブイリの方は大きさ5倍ぐらいですから、すぐにその形で比較するというのは、なかなか難しいところがあろうかと思います。もう一つは、今回の事故では、チェルノブイリと違いまして、ストロンチウムとかプルトニウムっていうのは、環境にほとんど放出されてないということが確認されておりますので、現在、こういったマップを作っておりますのは、セシウムです。当初は要素も出たんですが、もうすでにそれは自然崩壊してなくなっておりますので、セシウムでございます。で、これは航空機マップと、それから地上にたくさん その固定した線量測定装置とか、それから自動車等による測定値を使って補正しているので、かなり詳しくはできていると思うんですが、汚染というのは、いろんな起伏とかですね、降雨なんて言うんですか。はい、変わりますので、そういったことを踏まえて、全体をつかむという意味では、これぐらいかなと思いますが、今後とも努力して、より詳細ないいマップを提供するように努めてまいりたいと思います。はい、谷岡久美子さん。はい、先月の私も大熊町に入らせていただきまして、カウンターを持っていろんなところで測らせていただきました。ほんの数メートルでずいぶん変わります。そしてその何百メートルかということになると空間線量も大きく変わるということ、これは明らかなことなんです。そしてやはり住んでいる人たちから見れば、あるいは今逃げている人たちが帰ろうとする立場から考えれば、自分のところはどのくらいなのだということを国民目線に立てば、当然のこととして、私はどういう姿勢であらなければいけないかということは明らかだと思います。あるいは食べ物にしましても、そのどのくらい測っているのか、自分の食べ物をいつでも持って行って測れるようになっているベラルーシのその対応、あるいは甲状腺がんだけが国際的に認められても、その他もあるのではないかといって、その医療検査などをし続けている国が一方である。これはそのおそらくお金があるかないかとか、科学技術があるかないかというよりは、私は姿勢の問題ではないかと思います。姿勢というものは、つまり規範意識の問題ではないかというふうに思います。原子力安全神話、あるいは国会の事故調が指摘するところのいわゆる虜の関係ということに関して、専門家と言われる人々が原子力委員会、あるいはその他の諮問委員会などで、国民の安全を守るために十分な指摘をしなかったと。いうことはさまざまな形で指摘をされております。これは一体日本の学問の専門性が低いということなのか、ふさわしい人が選ばれていなかったということなのか、それとも規範意識が、あるいは倫理観が問題になっているのか、この点について文科大臣はどうお考えになりますでしょうか。はい、はい、文部科学大臣。日本学術会議が平成18年に取りまとめた科学者の行動規範では、
科学行動とその成果が広大で深遠な影響を人類に与える現代において、社会は科学者が常に倫理的な判断と行動をなすことを求めているというふうにしております。で、さらにこの日本学術会議はこの東日本大震災を踏まえまして、科学者の行動規範を今年の1月に改定いたしました。で、内容は、科学者は社会が抱く真理の解明やさまざまな課題の達成に向けた期待に応える責務を有する、これを追加いたしまして、自主的、自主的に周知を行っているところでございます。文部科学省でも、この1月、科学技術学術審議会におきまして、この東日本大震災を踏まえた今後の科学技術学術政策のあり方についての建議が取りまとめられました。具体的に申し上げますと、科学者等が社会の要請を十二分に認識することの重要性などについての建議をいただいたところでございます。そういう意味で、今後、国民の期待や社会の要請を的確に把握することを促進したり、課題解決のための研究開発の実施を評価していくこと等によって、国民と科学者の信頼関係が再構築する、これを真摯に受け止めるということが、この東日本大震災以降、科学者に対してもやっぱり問われているというふうに思います。谷岡久美子さん。はい、今の文科大臣の言葉と答弁は、本当に私はありがたいというふうに思います。そういう思いで科学者たちが行動され、またその後継者たちが要請されていけばですね、この本当に311の犠牲というものからの学びということがあるのだというふうに思いますので、私はその道をぜひ進めていただきたいと思います。で、ところで、この予算委員会で汚染水を入れた地下貯水槽がいかにいい加減に作られていたかと、またいかに安易に本来入るべきではなかった高濃度汚染水が入れられたかということが明らかになっていました。東電は経営上のリスクの方が、国民の安全やその国土、地球の環境のリスクよりも大切だと考えているのではないかというふうに国民は疑っておりますが、それに対して東電はどういうふうにお答えになりますでしょうか。はい、東京電力副社長、内藤義弘参考人。東京電力の内藤でございます。お答えいたします。まずはこの度汚染水を漏洩してしまったということに加えましてですね、原因究明に相当時間がかかっているということもあり、大きなご不安を与えているということで、まずはお詫びを申し上げたいと思います。当社は責任ある社会の一員として、この安全の確保あるいは環境への最大限の配慮をしていくということが企業活動の大前提だと思っております。今後皆様にご安心いただけるように汚染水の対策、これはとにかく安全性の向上、さらには環境確保対策、これにつきましてあらゆる経営資源を投入いたしまして、全力を挙げて責任を全うしてまいりたいと思っております。はい、谷岡久美子さん。はい、おっしゃる言葉を素直に信じられればとても嬉しいんですけれども、でもこの間のこの2年余りの東電の対応ということ、これは賠償に対してでありましょうし、またさまざまなその事故の収束、それから無主物と言われている、今飛び散っているその放射性物質に対する対応と、本当に国民の多くの皆さんは、その今の言葉をその素直には信じられないという状況になると思うんですね。で、それは今おっしゃったことは、実際に311以前はそうではなかった。いうことをお認めになっているということなんでしょうか。そしてそれを反省していらっしゃるということなんでしょうか。はい、東電副社長。はい、反省をしているかどうかというお話がありましたけれども、先般私ども経営改革プランをお出ししたわけですけれども、この中では、今回の震災を、津波による自然災害ということではなくてですね、やはり振り返ってみて、何か足りないところがなかったかどうかという視点に立って、さまざまな対策を考えてきております。今現在、振り返ってみればですね、2年を経過する中で、まだまだたくさんの方が避難をされている。大変不便、あるいはご不自由な生活を強いられているわけでして、我々といたしますと、これにしっかり向き合ってですね、責任を全うしていきたい、賠償もしっかり、
さらには福島第一の安定化もそうです。私ども全力を挙げて取り組んでまいります。はい、谷岡さん。はい、やはりそれはそのしっかりお願いしたいということを言いたいと同時にですね、やはりその会社としての姿勢、あるいはそれぞれの行動、実行ということに関するその規範意識ということに対して人々がその信頼を抱けないという状況があるということなんだと思います。その信頼の回復のために頑張っていただきたいというふうに思っているわけでございます。そして実は私たち議員も本当に深く反省するところがございます。今日も話題になりましたけれども、復興予算の流用問題と。これはいわゆる三党合意なるものによって、当初政府の案では、被災地、被災者以外には使えなかったはずのものであったのが、実は三党合意によって法律に穴が開けられ、流用が可能になりました。そして私もその同僚議員たちがそういうような他の土地でも使えるようにするべきだというようなこと、この予算委員においてさえ言われていたことに対して、本来おかしいなと、いぶかしくも思い、それでいいのかという疑問も抱きながら、私が大きな声を上げなかったというのは当時事実であります。そのことを自分自身の規範意識の問題として、本当に深く反省をいたしておりますし、その被災者の皆さんには申し訳ないということを心から謝罪をいたしたいと思います。こういう国会議員自身の規範意識の問題、どうしてそしてそれを最大限に活用して、いろいろなところに、そしてその被災地と被災者とは何の関係もないところに、どんどん流用した各省庁の官僚たちのその規範意識の問題、同時にそれがそういう形で利用してしまった、本当に困っていらっしゃる被災者の人たちがいるということを知りながら、自分たちの会社の儲けなどに使ってきた、多くにそこに加担した人々、この社会的な規範意識こそが、その今、問題になっているのではないかというふうに私は思うのであります。このことについて、やはりその財務大臣、私たちの予算の作り方にしても、そしてこれがその実際に各省庁から上がってきたときの審査のあり方にしても、どこかでやはりその国民の規範意識と、この復興予算の使い方については、乖離があった、ギャップがあったというふうに思われませんですか。財務大臣、はい、規範意識のことに関しましては、これはそれぞれご本人の胸になって当てて考えてもらわないといかんところなんだと思いますので、私の方から申し上げるわけにはいかんのですが、復興関連予算の使途については、その後、いろいろ昨年からお話もあっておりましたように、国会での指摘等々を踏まえて、安倍内閣といって初めて開催された、復興推進会議だったと記憶しますが、その時において、総理の方から、流用等の批判を招くことがないよう、使途の厳格化を行うという旨の指示があったところでもあります。いずれにいたしましても、こういった復興に直接効果が生じる施策のみを、復興特別会計に計上することを基本といたすということにいたしております。震災直後、各方面で様々な施策が必要ということを考えられましたけれども、復興財源というものを活用した事業としての必要性とか有効性について、必ずしも国民の理解が得られなかった事業もあるということではないかと思います。そういった意味では、今後とも復興関連事業の企画とか立案とかいう段階から考慮しておかなければならないものと考えております。谷岡邦子さん。はい、私は規範意識の問題でたまたま復興予算の問題を取り上げました。たまたまその国民が見るその汚染地図のその問題を取り上げました。しかし私が本当に申し上げたいことは、そういうものを作り出してしまう結果として、そのいわゆる働き方のマインドセッティングのあり方、意識の向き方のあり方、どこを見て仕事をしているのかというあり方の問題でございます。道徳教育は重要です。しかし、その一方で子どもは言われたようにやりません。そうではなくて、大人がやっているようにやります。若者は教えられたように行動するのではありません。もっとエリートたちが行動しているように行動するのであります。国会議員、官僚、大企業の経営者、あるいは専門家と、この国のエリートたちが規範意識を持たない、じゃないかと疑われるような行動をしている限りはですね、そこに対する
国に対する不信ですとか、政治に対する不信、あるいは未来に対する不安というもの、これがやはりその思い切ってチャレンジしようという気持ち、そしてこの社会と一緒にその作っていく気持ちというものを国民の中から奪ってしまうのではないかと私は思っているわけです。で、総理、これを変えるためにやはりいろんなことを考えなければならないのではないか。例えば官僚の採用のあり方というものに対して、もっとやはりその倫理意識というようなものの観点に対して見るということはできないのだろうか。例えば圧倒的に官僚がたくさん卒業している、例えば東大法学部というようなところについては、いわゆるその諸法の一般国民としての道徳ではなくて、ノブリス・オブリジというような、よりその高いエリートとしての規範というものを身につけさせるためのことをやらなくてはそのならないのではないか。そしてその総理の部下でありますその官僚の規範意識というものが常にその様々な箇所で様々なところでその問題にされてお互いに対してそのピアチェックが行われるようにされなければならないかというふうに私は考えるのですが、総理はいかがお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。先般、公民の初任者研修に参りました、訓示をしてきたわけでございますが、そこに集まった若い皆さんですね、本当に熱意に燃えていました、国民の奉仕者として全力を尽くしていこうという熱意を持っていたと思いますね。そういう意味においてはですね、まさに22歳、23歳、そういう情熱に燃えているんだろうと思います。それを持ち続けることができるかどうかということなんだろうと思いますね。ここに私の秘書官たちがいますが、入所してから結構経つんでしょうけども、彼らはまさにその時の星雲の志を持ち続けていると思いますよ。昼夜を問わずですね、一生懸命働いています。ですから、そういう意味においてはですね、我々自身がまさに彼らの士気を高めていくことができるかどうかということも極めて重要なのかなと、こんなようにも思いますし、いわばエリートと言われる人たちがですね、今おっしゃっていただいたような、そのエリートであるがゆえに持つ責任の重さというものをしっかりとかみしめるようなですね、そういう認識を持ってもらえるようなさまざまな場でですね、そういう意識を持っていただきたいと、もちろんそれが教育の場であってもいいんだろうと、このように思います。はい、森さん。はい、子どもの道徳教育ということも大事ですが、まずその前に、やはりそのエリートの規範意識ということをしっかりやり、そしてそれがその国民の信頼を得るような形で、私たちはこの国の規範意識を作っていかなければならないのだと思います。終わります。はい。以上で谷岡久美子さんの質疑は終了いたしました。次に福島みずほさんの質疑を行います。はい。はい、福島さん。はい、社民党の福島みずほです。総理、小泉政権において2004年、労働者派遣法を変えて、製造業も派遣と可能としました。この